さあ、もう準備が整っているようですね。これから選手が登場になるものと思われます。はい、締め切り13時31分、発送予定13時34分、当初の予定からは5分ずつの変更となりましたので、どうぞご注意ください。優勝報告会、中村選手と鈴木圭一郎選手登場ですね。それではご覧いただきましょう。まずは2月14日バレンタインデーに2016年開幕 SG を制しました中村雅人選手です。最初に花束の贈呈を行います。花束は船橋レディースファンクラブより贈られます。おめでとうございます。それでは中村選手、マイクの方までお願いいたします。早速お話を伺っていきたいと思います。飯塚 SG 第29回全日本選抜オートレース優勝、本当におめでとうございました。ありがとうございます。さて、あれから一月経ちましたが、改めて SG5 回目のタイトルを手にした今のお気持ち、いかがですか？そうですね、まさかあの5回も、勝てると思ってなかったんで、本当に、はい、嬉しい思いです。はい、そして船橋所属としては最後の SG の舞台だったんですが、どんな思いで挑まれたんでしょうか？そうですね、船橋として走るのは、最後の SG だったので、まあ、取れて、思いは叶いました。はい、そして最終コーナーであの SG の舞台でもドラマがありました。どんな気持ちで走っていたんでしょうか？まあ、あの普段と、それは一緒で、チャンスがあれば、とにかく入ろうと思ってたので、まあ、思い切り、走りました。はい、はい、直後の浜松 G2 でも連続優勝といい流れが続いていますね。そうですね、まあ、ここのところあの流れは、いいと思うので、まあ、今日の、レースにも生かせれば、いいかなと思います。はい、MVP 日刊技能賞、そして来季は S1 も決まりましたが、今年はどんな年にしたいですか？そうですね、まあ、あの去年の、成績以上にというとなかなか、まあ、難しいものもあるんですけど、まあ、とにかくあの一層一層あの手を抜かずに、しっかりと、精一杯走り続けていきたいと思います。はい、そしてこの船橋ラストステージとなります今大会、意気込みをお願いできますでしょうか？そうですね、はい、悔いないように本当に、精一杯走っていきたいと思います。最後に地元ファンの皆様たくさん集まっていらっしゃいます。一言メッセージお願いいたします。はい、今日はプレミアムカップ初日ということで、まあ、まだまだ、これからたくさんレースあるんですけど、まあ、本当に船橋最後の開催と、なってしまいましたが、本当に悔いのないように、最後までしっかり走りたいと思いますので、応援の方よろしくお願いします。ありがとうございました。中村雅人選手でした。ありがとうございました。続きまして、3月6日自身初のグレード開催優勝を収めました鈴木圭一郎選手です。どうぞ前の方へお越しください。まずは花束を贈らせていただきます。花束は船橋レディースファンクラブより贈らせていただきます。おめでとうございます。それではお話を伺っていきたいと思います。川口 G1 開設64周年記念グランプリレース優勝、本当におめでとうございます。ありがとうございます。そして先ほどのレースも幸先のいいスタートでしたね。そうですね、道中はちょっと厳しいかなと思ったんですけど、1着取れてよかったです。はい、さあ、ご自身 G1 初制覇となりましたが、改めて今のお気持ちいかがですか？もうすごく嬉しいですね。はい、またあの板橋忍元選手の記録を更新いたしまして、 G1 史上最年少優勝記録となりました。このあたりいかがでしょう？まさか記録が作れると思ってなかったので、とても嬉しいです。プレッシャーは感じていましたか？最初の方に記念優出してた時はすごいプレッシャーだったんですけど、前回は、もうそういうのを忘れて、緊張しないように走ったので取れたのだと思います。はい、あのタイトルを取った時は
佐藤選手を早めにかわして後ろから永井選手に追われる展開という感じだったんですが、どんな気持ちで走っていたんでしょうか。どっかで最後の方で入ってくるのかなと思いながら、でも自分のコースを守っていいタイム出そうと思って走りました。はい、そして直後の浜松でも連続優勝と本当に勢いがありますね。そうですね、エンジンが動いてくれてるんで、はいはい、G1 初制覇、そしてその次の目標は何でしょう。やっぱり SG 取りたいですけど、その前に船橋で優勝しておきたいですね。はい、さあ今大会幸先のいいスタート、白星の発進となりました。今大会にかける意気込みお願いできますか。はい、やっぱり船橋の優勝ないんで、今節が最後のチャンスなんで、絶対優勝する気で頑張ります。お願いします。はい、ありがとうございます。それでは続きまして、両選手からカラーボールの投げ込みが行われます。なおカラーボールは総合案内所にて、船橋2015年度 SG 優勝選手記念クリアファイル、また中村選手もしくは鈴木選手のサイン入りの色紙と交換させていただきます。赤いボールは中村選手、黄色いボールは鈴木選手となりますので、お間違いのないようにお願いいたします。それでは両選手投げ込みをお願いいたします。なお大変危険ですので、押し合わないよう十分ご注意ください。これから中村選手そして鈴木選手がカラーボールの投げ込みを行っております。赤いボールは中村選手、そして黄色いボールは鈴木選手となっております。ありがとうございます。中村雅人選手、鈴木圭一郎選手、ありがとうございました。お二方に今一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございます。はい、ということで、中村雅人選手、鈴木圭一郎選手の優勝報告会をご覧いただきました。気象状況を確認しておきましょう。12時54分現在、天候晴れ、気温17度、湿度 45%、 走路の変わらず37度の両走路、西の風2メートルの発表です。気温も変わっていません。ピークに近い状況なんでしょうかね。そうですね、予想最高気温にもほぼ到達していると言ってもいいぐらいまで上がってきていますね。気象状況でした。では人気を見ていきましょう。